皆さんこんにちは、大島から引き続き動画をお送りしたいと思います。こんにちは、こんにちは。アマチュアのチューバ吹きです。早速質問なのですが、プロの方の演奏を聞くと音が素晴らしいのはもちろんですが、音の元となる息の圧力であったり速度が自分と全然違うように感じ取れます。具体的に言うと、息は意外と速く太いようです。音のニュアンスで当然息も変わるのでしょうが、視覚的に息の流れが見えるような動画を上げていただくことはできませんでしょうか。ピラピラの紙に、演奏時相当の息を吹きつけるなど、いつも動画を拝見しております。素晴らしい活動どうもありがとうございます。いい質問ですね。まず、息の流れっていうのは目で見ることはできません。もし、ピラピラを使ってね、ブーとかなんかやったりとかしても、そのピラピラの材質によって息のスピードとかも変わってくるし、はい、それじゃあ真ん中の杖ではこのぐらいでフォルテでやってますよ、ピラピラピラってやったら、それはそれで変な動画になっちゃって面白いんですけど、ネタとして面白いんですけども、そういうことはねちょっと難しいですね。もし息のスピード、どのぐらいその安定させないといけないかっていうのでは、まず息のスピード、その息の吸い方と吐き方を習得するためにですね、練習器具をちょっとおすすめしたいと思います。この練習器具なんですけれども、呼吸法の動画をもう一回ちょっと作ろうと思ってまして、そこでも紹介をしたいと思います。まずブレスビルダーという、道具があって、これとても、役立つ。息の吸い方、吐き方、その吐いてる時と吸ってる間のその変わり目、吸ってる時と吐いてる時の変わり目を、スムーズに行うための器具で、とても、おすすめしている器具があります。それとですね、スピロメーターという、息を吸って、そうするとピンポン玉が上がるんですね。それでメモリで調節して息のスピードに対して、抵抗に対してどれだけスピードを与えていかないといけないかっていうのが目視できるっていう機械なんですけれども、そういうのもおすすめです。そしてあと、そうですね、エアバッグですね。空気 をエアバッグに出し入れすることによって、どれだけ吐いて膨らんだか、どれだけ吸ってしぼんだかっていうのもが目視できる。そして、酸素をたくさん取り入れないようになるので、頭がクラクラするって言ったので大変な人は、そういった、器具を使うのもおすすめしております。そしてですね、そうですね、質問者さんがおっしゃってるように、音のニュアンスで、息とかも変わるのは変わるんですね。ですけれども、息は意外と速く太いようですっていうのはちょっと違うかなと。逆に息のスピードは、アマチュアの、音楽愛好家の方たちに比べたら、ゆっくりなスピードで、それでたっぷり吹いてる。これはですね、どのくらいやってるかっていうのは、実際に見て感じていただかないと、ビデオだけじゃね全然伝わらないんですよね。ですから、
ガチでね、生身の、人とこうやって会って、対面して、それでレッスンを受けることを強く強くお勧めしてるんですね。よろしいでしょうか。息のスピード、皆さんともっと違ったことを我々がやってるということなんですね。こうすればああするっていうわけではない。そして、基本的にどのぐらいで吹いてるかっていうのは会ってみないとわからないということですね。よろしいでしょうか。こんにちは。こんにちは。自分もチューバを吹いているんですが、長期間楽器を吹けなくなることがあるのですが、その時に何かやった方が良いことや注意した方が良いことなどありますか？はい、これもとてもいい質問ですね。実際ですね、今回僕大島に約2週間、全く楽器マウスピースも持ってきてない状態で、本当に音楽もほとんど聴いてない状態ですごくリフレッシュしてるんですね。ぜひ、2つのことを考えてください。まず、楽器を吹かないっていうのはそこまで悪いことじゃない。それでメンタルを、リラックスさせるんですね。メンタルをリセットする。それで楽器を吹いてる時に変な癖とかありますよね。ある人はありますよね。で、癖をのこの変なところに力が入っているとかで、その癖によって筋肉が発達してしまった場合、休むことによってその筋肉を落とすことができるんですね。そしてまた知識がありますから、自然体で吹こうというそういった動きによって、だんだんこのアンブシャの周りの筋肉のバランスっていうのができてくるんですね。ですので一概にその長時間吹かないっていうのは悪いことではない。それで、吹きその間ですね、呼吸法の練習ですとか、ストレッチですとか、あとマウスピースでバジングしてみるとか、そういうのでも、全然違ってきますよ。それで、楽器をね、その吹く、もしその楽器が吹ける期間になって、その前にマウスピースでこうやって鳴らしといて、それで吹くですとか、それで吹き始めた時に、楽器を吹き始めた時に、あまり、その2週間前3週間前とかと同じような吹き方をしないで、マイペースでゆっくりとしたペースで、吹いていってください。そうしないとすぐにバテが来てしまったりとか、また唇にしこりができてしまったりとかしますので、これ結構厄介なんですね。ですのでそういうことに気をつけてください。よろしいでしょうか。低い音は温かくゆっくりな息のスピード、高い音は遠くのろうそくを消す速い息のスピードと、音によって息のスピードを変えると言って変えるといいっていろいろな教本とかに書いてあります。しかしゆっくりな息だと立ち上がり悪い、早いと鋭くなる、これだと立ち上がりの悪い低音と鋭い高音になってしまいます。これって間違ってるんですか。これも一つ目の質問とちょっと似てるんですけれども、このチューバラボを始めて気づかれたことある方いらっしゃると思うんですけど、音楽、その楽器を演奏することって 1+1 が2とかそうやって簡単なものじゃないんですね。何を言いたいかっていうと、例えばあと何デシベル上げるのにどれだけの力が必要ですか。その加減ってね、人それぞれじゃないですか。ですのでそうですね、これだと立ち上がりの悪い音色、そうですね、またその質問者さんの、質問の趣旨にちょっと戻してみると、ゆっくりな息だと立ち上がりの悪い音になってしまう。そうですね、例えばゆっくりだから立ち上がりは悪いっていうのはどうなんでしょうか。例えば、こっから息がスタートするとするじゃないですか。それで直進、速いスピード、ゆっくりなスピード、どうですか。
ここのスタート地点は変わらなければ立ち上がりは変わらないわけですね。これがこういった立ち上がりじゃなくて、こういった立ち上がりだとうわーってなってしまって、立ち上がりは悪くなってしまう。それで、鋭い高音になってします。そうですね。ということは、少しお間違いになられているということですね。息のスピードを上げたら高い音出る、あったかい息を出してゆっくりしてろうそくをたなびかせてっていろいろあるんですけれども、実際あなたはどういう音出したいのかっていって、これイメージすることが一番大事なんですね。あとやっぱりその息のスピードって速くってどれだけ速くかってそれで分かんないじゃないですか。速いスピードで吹きましょうって言っても人それぞれスピード感って違うわけですから、やはりこれもやっぱり生身の、ね、人間同士であって、確認をね気になるようでしたらレッスンをぜひ受けるようにしてください。本当にね、一回レッスン受けただけでファンってね、視界が開けたようになりますので、ぜひぜひ、おすすめしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは今日の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。